多分29インチの方が普通に速いわ。速さで言うと29やわ、絶対に。スピードで言うと、うん、それだけ。こんにちは、谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってない人です。僕にできることは誰にでもできるということで、今日の話はですね、マウンテンバイクのホイールのサイズのついて思ったことをダラダラ喋っていきます。29インチのタイヤのマウンテンバイク乗ってたんですけど、今これ今乗ってるやつは 27.5 インチなんですね。でね、すごくなんかね、軽いね、そのまあ、タイヤとかのホイールの差違いもあると思うんですけど、すげえ軽いなっていう。あとすげえクイック、分かりやすく言うと何やろ、普通のシティサイクルからミニベロみたいなのタイヤのすげえ小さいやつに乗り換えたぐらいの感じですね。そんな気がします。うぅ、寒い、すごい寒い。よいしょ。なんかこうすごい好みが分かれそうですね、 27.5 と29は。でも大きい方がやっぱいいんでしょうかね、そら段差とか。29を回してるときはすごいもうでっかい、もう、ブンブン回してる感じなんですけど、 27.5 はなんかすごくコンパクトな感じに感じますね。んのちょっとの差だと思うんですけど、こんな違いがあるんですね。すごいですね、こうタイヤの差って。そのうち30インチとかなるんじゃないですか、 30.5 とか。未来はどうなんでしょうね。サドルが硬い、カーボンサドル。タイヤね、あとタイヤは変えたいな。マキシスっていうやつがいいらしいんで、それが欲しいけど高いからね。ちょっとどうなんでしょうね。おー、サブ。皆さんはどっちが好きですか、 27.5 のホイールか、29か。何これ、なんか足跡がある。鹿？なんか足跡がある。よいしょ。何の足跡これ。クマ。何これ、犬。でかいぞ。イノシシ。いや犬やな多分。どこ。よいしょ。ああ、いてててててて。すげえ寒い。もうほんまに好みの問題でしょうね。まあマレットかって言って前をこう29インチにするっていうのもありですね。入るんかな、そう、これ29が。走りめっちゃ変わりそうですね。後ろが 27.5、 前を29インチにするのもすげえ楽しそうですね。ちょっとぜひやってみたいですね。よいしょ。どっちが好きやろ俺。ぶっちゃけ29の方が好きかもしれないですね、ホイールの大きさは。なんかトレックのマーリン7はすげえ乗ってて楽しいんですよ。うわー寒い。でもこれもまあ楽しいんですけどね、まだなんかこうしっくりきてないっす正直。まあこれからいろいろ試していきます。まあでも僕からのアドバイスはあれっすね、フルサスとか買うんやったらもう29
を買った方がいいと思います。もし新しく買うなら、僕みたいに安くで抑えたい人は中古で出回ってる 27.5 っすかね。なんかいろいろあるみたいですけどね、何でもかんでも29がいいってわけじゃでもないみたいです。このジオメトリっていうんですかね、そういうのに合った和編があるらしいんで、あんま詳しくわかんないですけど、そういうのはもう乗ってみんとわからないですね。ということで、なんかしょうもないタイヤの話でした。皆さんはどっちが好きですか、29か 27.5？ よかったらコメントで教えてください。それでは皆さん、良いタイヤライフを、タイヤホイール系ライフを。さようなら。